ママ友 A が亡くなった。事故で本当に突然の死だった。同居していたご両親の嘆きようは見ていられないくらい。まだ小さい子供残して無念だっただろうにと思うとかわいそうで仕方がなかった。英語主人は四十九日が終わると同居を解消して自分の実家に子供と引っ越してしまい、 A 実家はすっかり火が消えたようだった。数年後かを処分して息子夫婦の近くにマンションを買って引っ越すことになり、 A の持ち物の片見分けをするから来てほしいと連絡があった。高校時代からずっと仲が良かった数人が集まって、あの日のままの A の部屋に入った。捨てるに捨てれないアクセサリーや写真、ブランドカバンなどをもらってほしいと言われ、箱の中を見るとほぼ全員の口からあっと声が漏れた。個人の悪口になるからその場では言えなかったけど、中は盗品でいっぱいだった。修学旅行で買った私のネックレス、名前まで彫ってもらったのになくしたと思って、バスの中で探しまくってたけど A が持ってたんだ。 B さんの目はガラスの写真立てに、よしを出てる B さんが子供のために作った手作りの写真立て、覚えてるよ。みんなで行った旅行で同じ工房でみんな一緒に作ったやつだよね。同じ材料で作ってなんでこんなに差が出るのって、送られてきた完成品見て A が怒ってたっけ。なんで A の部屋で A の子供の写真が飾られてるんだろうね。あの時計は C ちゃんがご両親から卒業祝いにもらったプレゼントに似てるな。ああやっぱり C A ってフルネームと記念の言葉が彫られてるね。怒りを通り越して A の執念を感じて気味が悪くなった。取り返すこともできたし、ご両親はぜひもらってあげてと再三勧めてくれて、無理やり3つぐらい入った袋をカバンに入れようとしたけど、とてもそんな気持ちに離れず、思い出が辛すぎるのでと A の好きだったバラの花束渡してお線香をあげて帰ってきた。亡くなれば仏さん、仏さんの悪口はダメだと分かってるけど、 A の思い出話はママ友の間でしんみり出るたびなんだかなぁと思ってしまう。